9月20日から22日、東九条京都の、シアターインナインという劇場新しくできたんですよ。はい、あの100年続く劇場を作るって言って建てて2年目でピンチになってるんですけど、東京五輪中インパール2020プラスワンという芝居をやります。プラスワン、はい、これは2020かな、はい、これ本当は去年上演するはずだったんですけど、あの僕が鬱になって書けなくなっちゃったんで、もうこれはでもオリンピックがあるからもうあの来年は書けないなと思ったんですけど、なぜかできるようになってしまったんですね奇跡。オリンピックのね、あのいろんな諸問題と、インパール作戦というですね、太平洋戦争末期にあった史上最悪の作戦と言われたですね、作戦、どっちももうこれやばい状況なのに止められないっていうコメディを、ああ同時進行で、現代シーンと昔シーンと交互にやるみたいなお芝居をする予定でございまして、舞台なのにですね、生の舞台なんですけど舞台美術がズームです。はいはいはい、ズームみたいな画面にこうやって単管組んでやって、役者が喋ると、光るんですよ周りが。そこも喋ってるとか、ね、喋ってるとか光ったりする。ここにあの名前プレートを置いて、そういう、画面共有するって言ったらスクリーンが降りて画面共有したりですね、あのチャットが横に流れたりとかっていう、まあ劇場に急遽入れなくなってしまう危険もあるので、うん、その時に上演中心したくないので、その時はズームに切り替えるっていう。ネットでやるってネットでやります。なので劇場でできなくてもやります。劇場でお客さん入れなくても、あの動画配信チケットありまして、生で配信、生のチケットもあるんですが、劇場でできなくなっても必ず URL を送って、動画配信チケットとの差額のパンフレットをお送りしますんで、あの生チケットと1000円差額なんで、その分パンフレットをお送りしますんで、うん、でなんで遠方の方もね、見ていただけるので、うん、しかもあのアフタートークとかも遠方の方呼べるようになりましたからね、もう少し発表しますけど、あとリモートゲストなんかも出演しますんで、そういうのも見どころたくさんですので、今会場に来られてる方はもうチケット持ってますんで、ぜひご購入して帰っていただければと思います。こちら、東京五輪中インパール2020プラスワン、ぜひこれも9月12か13日あたりにプレ配信をしようと思ってますんで、それ見てから判断します。それを見てから判断しますので大丈夫です。シーン1だけプレ配信するみたいな感じになるので、まあ今回はいつもだったらね、うちの劇団当日でも余裕なんですけれども、なぜ客席半分なので、ちょっと前に売り切れること予想されますので、お早めにご購入を。当日券はちょっと出さないので、たとえキャンセルがあっても当日券は出さない、ちょっとお客さんの把握が必要なんで、なりますんで、お早めにご予約をお願いいたします。